わざわざシャロンとジョージ兄さんは別の部屋に泊まったのかよ。はい。そんなにもおかしかったでしょうか。シャノンさん、何のために沖縄まで旅行に行ったんだよ。それもジョージ兄さんと二人っきりで。それはその、とても大きな水族館が沖縄にあるからぜひ行こうって誘われて。私お魚とか好きですし。いや、だからさ、健全な男女がお泊まりありで旅行に行ったわけだろ。それでチューもなければギューもうないのかよ。ましてや部屋は男女で別部屋ってなんだよ。銃についてはノーコメントです。でも牛はありましたよ。ジョージさんの胸温かかったです。そういうことじゃねえぜ。なあ、もうなんだってこんなカップルがいるんだよ。なあ、もうじれってのの節目の初のお泊まり旅行なら、いろいろと進展するもんがあるはずだぜ。それが男女別部屋、カップルでシングルを2部屋。ああ、もう本当にどうかしてるぜ。それはその、お互い独身の男女ですし、ジョージさんがそこをしっかりするのが男女のマナーだとおっしゃって。だから、それを踏み越えるためのお泊り旅行じゃねえのかよ。もはや、キューとかギューとかのレベルじゃねえぜ。お嬢様がどういう意味でおっしゃってるのかわかりませんが、ジョージ様は、最後まで本当に紳士でいてくださいました。それは、その、私も、そういうことがあるかな、というか、でも私たち、お付き合いはしてますけど、その、別に結婚してるわけじゃないし、お嬢様が期待されているようなことは、その、ちゃんと神様の前で誓いを立ててからするべきです、その、するべきです、その、私も彼氏欲しい。シャノンに先を越されたのが悔しい。彼氏作る時は一緒だぜって約束したのに抜け駆けされた。あのお嬢様は素敵な方ですから、私なんかよりきっと素敵な方がすぐに現れます。そういう慰めはいらねえぜ。シャロンの裏切り者、出ていけ、うぜThank you.
様？シャノンさん、正直に言って、私、髪型とか、いいかな。まさか。お嬢様の髪は、とてもお美しいと思います。じゃあ、目とか変かな？鼻とか変じゃないかな？やっぱり、喋り方がダメなのかな？だから彼氏できないのかな？そんなはずはありませんよ。お嬢様は、そのままで十分に素敵です。そして、その魅力は、これからもっともっと増していくと思いますよ。でも、私だけ彼氏できない。サクもヒナも彼氏できたのに、私にだけできないよ。やっぱり私には魅力ないからかな。みんなね、文化祭に彼氏連れてくるんだって。私もその日までにはきっと彼氏いるって思って大見え切って、彼氏だってできやしない。私だけ。魔法は敵面である。そなたにはまるで二人が出会うのはあらかじめ決められた運命であったかのように感じているかもしれぬ。だがそれは間違いよ。夢運命だなどと思うでないぞ。それは分かってます。
すまぬすまぬ。医者と同じよ。病に悩めばすがるくせに、治れば感謝も忘れる。魔女が感謝された試しはないのでな。つい卑屈になってしまった。許すがいい。感謝の気持ちを忘れたことはありません。ベアトリーチェ様のお力で幸せな思いができていること、そしてそのお力がなければ私とジョージ様が寄り添う運命がなかったこと、決して忘れたことはありません。すまぬすまぬ。いじめに来たわけではないのにな。口が悪いのはわらわが性分、許されよ。それより聞いたぞ聞いたぞ、二人きりで旅行に行ったとな。さぞや楽しかったであろう。あ、はい、とてもその楽しかったです。もはやそなたの思い人は一方的に思うだけの存在ではない。互いに思い思われる恋人同士よ。愛に満たされた二人にとって世界はただそれだけで成立する。素晴らしき理想の世界かな。魔女も夜行というもの。小麦粉で作った東洋クッキーか。それを西洋風にチョコで包むとは、まさに和洋折衷、菓子のシルクロードよの。なんだ、何がおかしい？いえ、失礼いたしました。になったぞ。そなたには今度ネロのドルチェビータでも振る舞おうぞ。バラは永遠の愛の象徴。今のそなたにはバラのドルチェこそがふさわしかろう。あの、これ本当にありがとうございました。もう私には十分だと思いますので、お願いします。返さずともよい。それに持ち続けていれば二人の仲はこれからも永劫に盤石であろうが。出会いのきっかけは確かに魔法の力で与えてもらったかもしれません。でもその出会いを永遠のものにする努力は二人で協力し合って続けていくものだと思います。うん、愛もバラと同じか。過ぎた世紀は根を腐らせる。苦労せねば育めぬ花もあろう。ならば好きにするがよい。身につけず宝石箱の中にしまうもよかろう。それはそなたに送ったわらわの行為だ。それを返されてはわらわも愉快ではない。申し訳ございません。
そういう意味で言ったわけじゃ。火を害してなどおらぬ。そのブローチはすでにそなたのもの。わらわとの友情の証にせいぜい大事にしてくれれば少しは気も慰む。持ち続け、そのご利益を得るもよし、宝石箱にしまい込むもよし、望むなら恋路に悩む別の者に譲ろうと、そなたの勝手だ。ただ大事にしてくれればよい。さすがに粗末にされては心が痛むでな。だからわらわの行為に素直に感謝された試しは多くない。いや、初めて。するほど才能がない。だからあれは才能のひとかけらもないくせに至ったのだ。狂ったように独学を重ね、魔術師の域にまで達した。それはとてもすごいことなんですね。うん。そして親方様は魔法の力でベアトリーチ様を呼び出した。うん、まあ召喚に応えたのは気まぐれだ。魔法を否定して久しいこのご時世に才能のかけらもない者が必死にやっているのでな。少しからかってやろうと思ったのがわらわの運の尽きよ。
一応書式もルールも揃っていた。いくつかの作法が混在していたが、まあその熱意に免じ寛大に契約に応じてやったのだ。そしてわらわは山なす黄金を与えてやった。そして親方様はその黄金を使って事業を成功させ、今日の財を成すのですね。うん、魔法の才能はからっきしだが、詳細と爆災はあったようだな。いや、理不尽なる賭けに全て落とす勇気と狂気ゆえにか、狂気は時に魔力に通ずる。なるほど、その点から見れば金蔵に魔法の才能が全くなかったとは言い切れんか。そして莫大な財産を得た金蔵は、人の世で手に入れることのできる全ての夢を叶え切った。そして最後に世界の真理を求めたのだ。世界の真理？世界を構成する一なる元素、人の世で得られる全てを満たした金蔵は、人が求める最後の欲望としてそれを欲したのだ。わらわも金蔵を少し見くびっていた。まさかあれほどの力を見せるとは思わなかったのでな。おかげでこのざまだ。茶飲み友達もなく、この島にもう何十年も縫い止められている。誰に話しかけようとも声は届かず、どこへ行くこともできない。なんとも退屈な数十年だったことよ。トリーチ様が私に割るように言ったあの鏡は一体何なのですか？ああ、その話か。この辺りの島で大昔いろいろとあったらしくてな。そのせいで良くないものがたまり、悪い歪みを引き寄せていたのだ。それを旅の東洋魔術師か何かが鎮魂の社を建立して封じ込めたらしい。それ自体はわらわとはどうでもいいことなのだが、困ったことに魔力の基礎が違っててな。わらわの魔力にも強い干渉を及ぼしておって、非常に迷惑していたのだ。そうだったんですか。私はてっきりベアトリーチ様を封じていたものだとばかり。わらわを対象にしたものではない。だが、神格のある鏡だったからな。結果として、わらわの力を封じ込めていたわけだ。料理に例えるならこうか。わらわの注文した西洋料理が、厨房でまさに料理されているとする。ところが、いざ配膳しようとしたら、客席は日本風で、懐石料理が並べられている場だった。だから厨房は場違いな皿を出せず、
わらわのところへはいつまで経っても西洋料理が届かないといった感じよの。だからそなたに日本風の客席を打ち壊し、場を一度白紙に戻させたのだ。そのおかげでようやくわらわの注文した料理が届き、力が戻ったというところか。もっとも、ようやく食前酒が届いたというところよ。メインディッシュにはまだまだ遠い。今のわらわなど、靴屋の妖精にも劣る気迫な存在での。何がおかしい？いえ、魔女様の例えがあまりに面白かったもので、まさか魔法の話がお料理の話に例えられるとは思いませんでした。我ながらうまい表現だったつもりだが、よもや笑われるとは思わなかったぞ。少し心外だ。こう見えても昔は残酷極まりないことで知られたわらわだったが、丸くなったものよ。人間とこうして他愛ない話で茶を交わせるようになるのだから。雲が出てきたな。海も制裁をかけば灰色の水たまりに過ぎぬ。そうでしょうか。曇っても海は美しくて真っ青だと思います。もはやそなたの両目に埋められているのは黒い石ころではないらしい。どうだ、家具から人間に生まれ変わった気持ちは理解できておるか？はい。世界がこんなにも優しかったなんて知りませんでした。最近いい笑顔をすることが多くなったじゃないか。何か良いことでもあったのかね？いえ、でも楽しい毎日です。はい。良いことじゃないか。同じコーヒーなら笑顔で継がれた方がうまいに決まっている。その笑顔でもう一杯頼めんかね？珍しい茶花をしそうになったな。有意義な時間であった。そろそろ仕事に戻らねばならぬ時間であろう。茶会はこれまでにしよう。そなたとわらわが茶を飲むことをつかん者もおるようでな。安心せよ。茶会はこれで終わるぞ、カノン。いつからそこにいたの？
声をかけてくれればカノン君の紅茶も入れたのに。女同士の語らいを邪魔したくなかったのであろう。楽しかったぞ、シャノン。また縁があれば会おうぞ。まだまだ魔力が足りぬでな。姿を現すのも疲れる。そんなに疲れるなら、二度と現れるな。シャノン、次の茶会では、ジョージとの話をまた聞かせておくれ。人の恋路より甘い茶花は他にない。それでは、さらばだ。姉さん、あいつと付き合っちゃダメだって言ったじゃないか。ベアトリーチェ様はそんなに悪い人じゃない。確かにちょっと怪しいところはあるけれど、僕たちにしか姿が見えない時点で十分にうさんくさいよ。あいつは人間じゃない。何を企んでるかわかるものか。カノン君、それは少し失礼だと思うな。確かにベアトリーチェ様は人間とは違う。恐ろしい力を持っているし、恐れ敬わなければならない存在だと思う。でも人間とは違うからといってそれだけを理由に忌み嫌うのはとても失礼なことだと思うの。姉さんの言いたいことはわかるよ。姉さんはあいつにあのブローチをもらってから変わった。まるで魔女の虜だよ。ジョージ様との仲を取り持ってもらって頭が上がらないんだ。そんなことを言わないで。あいつは人間じゃない。何を考えてるかわからない。だから気を許しちゃダメなんだ。そして人間じゃないのは僕らも同じだよ、姉さん。僕らは核だ。たとえ名前をもらい人として接してもらったとしても僕たちの生まれが変わるわけじゃない。核じゃないよ。うん、核だよ。僕たちは人間未満の存在だよ。姉さんはそこを忘れたふりをして人間のふりをしているだけ。自分でも分かっているはずだよ。私、家具じゃないもん。人間だもん。いや、人間じゃない。僕らには愛する資格も愛される資格も初めからない。お嬢様に聞いたよ。正直呆れたね。ジョージ様と一緒に旅行に行くなんて。家具の身の程を忘れてるよ。姉さんはあの魔女にそそのかされて自分が人間になれたと勘違いしてるだけなんだよ。聞いて、カノン君。確かに私たちは家具だよ。人間に劣った未満の存在。でもその満たない分をもし得られたならそれは人間になれたということじゃないのかな。そんなものありはしないよ。
るの。それを得たなら、私たちは家具なんかじゃない、人間になれるよ。バカバカしい。なれるものか。なれるよ、カノン君も。普通の人間に。よしてよ、魔女の受け売りは。ベアトリーチェ様に教えてもらったの。私たちは世界の一なる元素を得ることで人間になることができる。ううん、それを満たさないならそれは人間じゃない。だから人は一なる元素を得るために生涯を尽くし貫いていく。姉さんが何を言っているのかわからないね。夜迷いごとなら聞きたくないよ。ならカノン君にもわかるように教えてあげるね。ほら、姉さんの指の先を見て。海、カノン君は海が何色に見える？しない、ネズミ色だよ。それが何？私には真っ青に見える。そういう意味？緑色の信号を青っていうようなものでしょう。違うの。私には分かって、カノン君には分からないなら、これがつまりそういうことなの。分からないよ、僕には。カノン君、手を出して。これは本当の魔法の力を持ったお守り。きっとカノン君に大切な気持ちを教えてくれると思うの。あいつの魔法で教えられることなんて何もない。ううん、あるの。だから身につけて。恥ずかしければ懐に忍ばせておくだけでもいいそうなの。バカバカしい。あいつの魔法なんかに惑わされてたまるか。大切なことを学べるよ。きっと人間になれるから。そうすればきっとカノン君にもこの海が美しい青に見えるに違いない。ネズミ色は何度見たってネズミ色さ。違うよカノン君、そう見えるのは愛がないから。そこにいるのは誰か？カノンです、親方様。
天気が重いな。崩れるのか。はい、天気予報ではいつ雨があってもおかしくないと。傘をお持ちいたしましょうか。それには及ばん。しばらく私を放っておくがいい。息子たちに聞かれても所在は知らぬと言っておけ。私は自らの思考を巡る旅で忙しい。かしこまりました。それでは失礼いたします。お前の微笑みに手が届かぬ。どうすれば蘇るのか。どうすれば再び微笑んでくれるのか。何が足りぬ。研究か、資料か、触媒か、それとも魔力か、運気か、神託か。ベアトリーチェ、どうすればお前の面影をもう一度見ることができるのだ。愛がなければ見えない。